エグさん、僕はついに別のゲームをちゃんと用意してきましたと思う？思うよ、そりゃそういう風に言ってくるってことだね。まあさすがにね、もうあのゲーム怖いから、もう怖いもん。てかぶっちゃけ、うん、もうね、うん、何来てもねやるんだから別に、うん、いいよ、何でもいいよ、何でもいいよ。じゃあこれやろう、うん、だろうね。これだろうね、そりゃ。さあやろう、ホームシフト、ホームスイートホーム、略して HSH。 行こうか。前回はなんかものすごく大きい点に襲われかけました。どこ、あ、こっからなんだ。こっからだったら全然いいじゃん。すぐじゃん、すぐ。こう行って、読んで、これ読んで、で、こういう家ができてて、まっすぐ行って、ねえ、あ、もう取ってあるんだ。え、なくなってんだね。もう取ってるものは取ってる。じゃあもう来るね。ヘッカ来るね。うん、もうヘッカ来るよ、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 ヘッ、ヘッ、ヘッ、これは何？で、寄せて。来たね。で、こっちの扉一回見てくる。ここは？お、なんかある。なんか書いてある。なんて読むんだこれ。ああ。マユミシカマチャマラカチャマ何？違う、ペッチャムーンみたいなやつだったの。ペッチャムーン。なんだっけ？ペチャイマナパイブーン。あ、そうそう、ペチャイマナパイブーンって書いてる。何？うわあ！カラスカマチャメカラチャメカラチャメね。おびっくりなされましたけれども、皆さんはどのようでしょうか。なんでそこ丁寧になるの？おぉ、めっちゃマナパイブーンいるやん。おぉ、あ、一言思った。ケツかと思った。なあ、俺も思ったわ。バンズあるわ。なんか、バンズだ。バンズあるわ。バンズあるわ。え、てか、これ、結構この服おしゃんじゃん。ね。俺、普通に欲しいんだけど。ね。ほこりかぶってっけど。90年代って感じ、90年代って感じする。なんだこれ？ペチャイマナパイブーンじゃん。ほんとだ。ペチャイマナパイブーンいっぱいいんじゃん。ね。全部ペチャイマナパイブーンだ。おぉ、ここにペチャイマナパイブーンいる。全部ピチャイマナパイブーンなんだな。おお、ペチャイマナパイブーンじゃん。なんかあったくね、ショーは光っただけで。もうふざけんなよ、お前。は、お前ピチャイマナパイブーンだ。お前ペチャ来た、外じゃん。え、うん、どこにも行けなくね。いや、戻ったらなんか変わってるっしょ。そういうことね。お金の What? What?What? What? What thing? What? What thing? え？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 お、変わってる、ほら。ほんとやん。あららららら、すごいわね。あ、ピチャイマのパイブーンだ。ピチャイマのパイブーンの音する。え、こいつ何なんだろうね。あれ？いや、あれ、ロード・オブ・ザ・リングのあれだろ。今、あいつ足引っかかってる。普通にちょっと滑ってた。あれじゃないの？ホビットじゃないの？ああ。エグ、エグみたいな。うるせえ、うるせえ、うるせえ、お前らもう。お前、ビビってんじゃん、普通に。ビビってるんじゃないの？うるさいの。行くよ、はい、行くよ、行くよ。あっち！はい。何笑ってんだよ、てめえ。ピッチャイ。マナパイ。ブーン。ピッチャイ。マナパイ。ブーン。ピッチャイマナパイブーン、ピッチャイマナパイブーン、ヨッ。ふざけんなよ、マジで。お前でっかいな、驚き方が。マジでお前ふざけんなよ、本当に。もうそろそろいい加減にしてくれ。このさ、コピー機の名前は？これペチャイマナパイブーン。お前ペチャイって言ってるな。ペチャイマナパイブーンじゃないの？ピッチャイだよ、ピッチャイ。あ、ピッチャイなの？この声あれかと思った。M ステの、M ステのあれ？違う。ラジオ継続うるさい。全員に聞いてほしい。他人に悪いことをして、たとえ親でも友達でも、恩がある人に害することをするでも、または小さい行動、例えば、都内や周りの人に迷惑をかけるなど、死んだ時に地獄を見せ苦しみを味わう。カルマを解除したら、お化けに生まれ変わって、また自分のカルマで終わりのない苦しみを味わう。あなたたちは夜中に叫び声を多少聞いたことがあると思うね。それはあいつらの口が針の穴のように小さくて食べれない、飲めない、上に苦しむから。だから誰に対しても罪を犯さない。そうしなかったら、ん？
さっき言ったみたいにずっと繰り返すカルマの法則の通りに、善因善が悪因悪がということである。つまり35億てってんつてんてってんてってんてんてんぺちゃいまなぷんてってんてんぺちゃいまなぷんてってんてんぺちゃいまなぺちゃ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 。お前ハッピーだな。お前何ライトシャカシャカしてんの。ちげえよ、これ走ってるように見えるふりだよ。お前ライトシャカシャカシェイクしてんのかと思ったわ。懐かしいんだけどそれ。シャカシャカシェイク。あ、どっちだ。俺は降りたいから下。これが開いたら上行こう。開いたら上行こうって何。開くってことは進めるってことじゃん。ああ、だから。だから上も一回見に行こうって。あ、そういうことね。わかんねえのかもそれ。黙れよお前顔面。誰でもあるわお前。ない人もいるでしょ。いねえだろお前さすがに。お前だろ。お前顔面っつったじゃん俺のこと。お前俺の紹介の仕方顔面やったよ。いや顔面ないなって感じで。ないなっていう感じで。うん。お前なんだ、これ何が来る余興だ。予兆がすんごいも。ピチャイマナパイブン来るぞ。ペッチャ来るぞ、ペッチャ。ペッチャ来るぞ。もう走れるようになっちゃったから。バウオリガンバカちゃんバカコラって。なんだこれ、なんだこいつ。うわ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 うライトつけたらアウトや。バレないように進むってことか。だったら走ったらば大丈夫じゃね。アウトだよ。いや大丈夫、行けよ。あいつの俊敏さ見たら勇気もクソもねえな。お前さ、タイミング悪すぎるだろお前。手抜いたら、抜いたらもう行け。抜いたら、抜いたら行け。見てる見てる、ほら。あ、いや、もう行け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 、あちらあちら。ほら余裕。あ、ここもじゃん絶対。うわ、でっか。ライトつけても大丈夫じゃない。もう大丈夫そうだよね。うん、走ろう。やだ、ちゃんと見てきたいもん。いや扉でしょ、どうせ。わかんねえな。その綺麗な二度見すんねん。怖くて。あ、怖いって言った。あ、いや。何それ。声かかってる。一人うんこしてんじゃん。なんかトイレって嫌な思い出しかねえよな。それな、トイレって嫌だ本当。うん。え、こっち？行ってみるか。いや。ねえな、それあかねえな。そこで開いたらもう怖えよ。また上パターンじゃないのこれ。押したかな。いけない。上だ。あ、屋上に行くんじゃないのこれ。うわあ、あいつと戦わなきゃいけないのか。でも正直言うと、女のあのカッターマンよりだったらこっちの方がまだ怖くない。確かに。なんかあっちがもうスケールでかすぎて、もうなんかアクションゲームみたいなの撮るもん。なんかやべ、あ、もう怖いわ。いいよ、ほら。でっけえな。まあ、あの目のおかげで結構わかるね、視界が、うん、視野狭。あの目のでかさで。あいつは片目しかなくね。確かに。だったらもうなんかあのナイフとか投げつけてさ、うれ片目潰せばいい。うれうれ。もう超大型巨人やんけ、どう見てもあいつ。あいつあそこしか見てなくね。もうちょい前行けるでしょ。全然余裕じゃん。うわぁ、 あそこにもう建物っていうかあれあんじゃん、間にほら。ちっけーぜ。いけ、しらしらしら。バレたの。わお、あいつ甘みろ。あ、どんねーよバカが。どこ行ってんだよ。あいつも次のステップ行っとるやん。セカンドステップしとるやんけ。あいつゲームに忠実やんな。あの女も結構忠実だったな。確かに。もういるのわかんねえのに、もうあここから来るって思ってるやつや。あいつも可愛いな。いけるいけるいける。よしよしよし、ナイスナイスナイス。
っちから行けないの。やばい。おぶねー。ピチャイマナパイブー。ピピ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 ステップいったわ。うおー、やばい、バレたよ、バレた、はい、ウェイドス。あれ、あれ、え、ピッチャーイマナパイプーン。走ったらダメでしたね。まあでもいけるでしょ。まあ分かったから、うん、1回ぐらい死んだって別に、うん、まあ許容範囲ないでしょ。来た、よっしゃあ、お金。うわっ、後ろ、おい、死ぬ、あいつどっから手出したの。おぶの来た。野草党放送局はピチャイマナパイブーンが総長である暴走族を逮捕する最新情報を報告します。まずピチャイ容疑者はバイクで組から逃げてて、警察は彼を追いかけています。また最新情報がありますぐ提供します。いや、めっちゃそんなに情報ねえじゃん、うん、ただの中継やと。来た、下行くパターンじゃね、行かねえのかよ。おい、扉ねえ。マジマトリックスみたいな。なんだ。おい、ジューン。最近夜中に3階によく出入りしますので、もし鍵を返却していない場合、当直警察官の部屋にある金庫に入れます。副警察署ペットン。ありがとう。警察署なのここ。あれ、3階からジェーンの声が上に行くんだ。またここか。え、1階の鍵ゲットしたんだよな。フロア1じゃなかった。あ、1階か。ここ2階、2階でしょ。2階はいけねえんだな、元から。俺ら4階行ったんだね。1階から攻めろってことか。そういうことやな。行くで。いや、遅う。てかこっちに階段あるんだったら中に階段普通なくね。おい、誰だ今クソしてんの。え、おい、何やねん。あの女が普通にトイレ、なるかと思ったわ。こっちか。こっち。ゴー。ゴー。うわーい。コナンの犯人いた。コナンの犯人いた。クソ中だったな。怖っ。いねえし。どっから行ったんあいつ。便器の中に入ってたんじゃね。思ったけどさ、少し。これいけねえんだ。あいつトイレの住人でしょ。怖っ。警察署や。ライトつけると見やすいな。うん。なんかムロツヨシみたいなやついね。やめろお前。ガキをよく知る。ガキは仏教、ヒンドゥー教、または他に関係がある宗教から物語ったお化けである。そして常に飢えとかばきに苦しむお化けである。昔話によると、人々が亡くなってガキになる原因は、その人たちは人間の時に最低な罪を犯したわけである。例えば盗難、常に欲求不満で他人のものすべてを自分のものにしたいということである。そして他への信念によって自分の親を傷つけたり害したりするのは亡くなったらガキに生まれ変わる。ガキの外見はヤシの木ほど背が高くて、ヤシの木の葉ほど手が大きくて、針の穴ほど口が小さい。お前自分が人間の時に、じゃあさっきのでけえやつじゃねえの、ヤシの木。あいつがピチャイマナパイブンじゃね、もしかしたら。あれじゃないの、ん、ヤシの木でヤシの葉ぐらい手でかいくせに、うん、針の穴ほど口小さいっても人も食えんやん。あんな手やってこうバッて。ストローでならギリなんか物吸えそうじゃね。食べれるの人の髪の毛だけ。針の穴ほどってすっげえちっちゃい。これがまあ日本でいう桃太郎なん敵の
あれですね、鬼さんですね。そうなの？そうだよ。そうなの？そっか、切って。なんか卵みたいなのってなった。え？エッグ？やっとやんな。ねえ。あ、ここ開くの？やっぱりか。え、ロッカーあるやん。なんかある。なんもない。ロッカーあるって、なんか嫌な予感。え？なんかドライバー的な？ドライバーだよね。大平、ここ何出てくるんだろう。何出てくると思う、ここ。お化け。うん、そりゃね。そろそろ本物のピッチャイマナパイブーンが来るか。本ピーね、本ピー。本ピー。本ピー来そうだね。本文。ん？ある暗号のヒント。は？一つ目の暗号番号を選択。回転。何言ってんだ。ヒントだって今下に。ほら下下下下後ろ机机。ほら下下ほら机机ほら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 。八一九。いやあれ逆じゃね。60、10、80じゃねこれ。60、10、80か。そこでしょ。よし。あー。警察署の3階の鍵行くぞ。 OK 3階。このね、うん、この穴ね、なんかあるからさ。うわ、ほんとだ、ほんとや。そのためにこっち開けたんだよ。なるほどね。うん、さっきあそこまで、さっきまで開いてなかったじゃんね、あそこ。こういうことだ。さすがや。3階だ。え、なに？めっちゃテンパってんじゃねえかよ。ジェーン？ジェーン！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 ジェーンよね、ジェーン。ジェーン！通った人はジェーンかな？急いで追いかけないと。わかる、来た。毎回眠りに入ると繰り返して変な世界に行ってきた。やっぱり変な夢見ないために睡眠薬が答えだ。ん？そして階段下の部屋ってネズミがいる？なんで毎日よく変な声が聞こえた？もしそれが、それらのネズミはまだうるさくするとネズミ取りシートをいっぱい使うわ。使ったらええやん。待って、正直言ってどういうミッキー？どういうミッキーってこと？ミッキーって言ってねえよ。何つったの？ミッキー。なんかあるぞ。出た。来た、本人登場。本人登場だぞ。俺たちのファン。ピチャイマナパイブーン。俺たちがファンだ。俺たちがファン。なんで俺たちのファンなんだよ。160センチだぞお前。160.5 だな。髪のボリュームでちょっと身長下げてるよ。坊主にした瞬間150ぐらいなんねえかな。マナバイ分が1位じゃねえ。うわ、たつってるね、めっちゃ。バイクを盗む不良組の逮捕プラン。だからバリタツーぶってるわ。名前は、名前、こいつはチャンだな。名前こいつがペチャイマナバイ分でしょ。うん、でこいつらは上は上は名前ない。わかんない、わかんない、わかんない。じゃあゴンとゴンとゴンでいいじゃん。じゃあこっちが、こっちがカライフとカライフとカライフね。カライフとカライフとカライフとゴンとゴンとゴンとピチャイマナパイブンの。そうそうそう。やっぱボスの名前はトピツトピツトピツ。うーんと、野草トン放送局がピチャイマナパイブン、バイク盗難事件容疑者を逮捕する最新情報を報告します。まずピチャイ容疑者はバイクでトラックとぶつかって、トラックの鉄が左目から左足まで突き刺し亡くなった。あー、やっぱりじゃんトラックの。だから片目が、あいつが片目しかないのはこれだけないでしょ。そういうことか。けどじゃあ現地にピチャイ容疑者についての証拠を集めて次のバイク盗難組を逮捕することに進みます。数人の暴走族はまだ逃げていますので、見つかる場合24時間にこの02650-8567の番号にお知らせください。以上、スリスリクッポンサワット報道。だからチビのザコどもは多分ゴンとゴンとゴンとカラフトカラフトカラフトだね。うるせんだよおめえ。黙れよお前、キュウリみたいな顔しちゃってよ。え？ん？ここは？あ、これ、あ、わかったじゃん。うん。ん？ほら、そこにクレーンがあるでしょ。これをピチャイだよ。これで攻撃すんの？いや、下にも荷物あったやん。うん。あそこ入れるってことね。うん。
あげちゃうの？あ、そういうことね。俺が引っ掛けに行かなきゃいけないと。ピッチャーだな。見に行くな、後でいいか。うん。とりあえず物だけ引っ掛けて。そう。そこだね。この扉があったことすら知らんねえし。俺も。来た。ナイス。うう。重いな。これ来るぞ。来ねえよ。わかんねえぞ。今じゃねえよ。やる、来るかもしんねえぞ、奥から。バカ野郎てめえ。デレレンって久々に来るぞ。こっち先に見に行くわ。来るぞ、これ来ねえよ、まだ。怖い。なんだ、この空間。俺の怖さ返せ、なんだこれ。あ、なんかあ、音。ありがとう。謎のキレ写真。うわうだから来るって言ったじゃん。だから言ったじゃん。だからお前ピチャイなんだよ。だからお前パチャイなんだよ。開くんかい。さっきのとこだ。3回のとこですか。 あ、ここは通じてたとこね。そういうことか。じゃあそこだね。引き上げたいと思います。はい、ゴーイングゴーイング。来た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 。で、これ扉入るときに上から転がしてきたら最悪だよね。うん、俺はそのフラグだと思ってたけど、こうピッチャイってなるんだよね、多分出てくる血の音だよそれ。ピッチャイえ、いるやん。また？え？え？ちょっと待って。いけるこれ。マナパイ分でしょ。これはマナパイ分すぎるでしょ。誰も待ってんじゃん。ね。え、この移動の仕方。やばい。やばい。これはやばい。これはマナパイ分すぎる。マジマナってるわ。あ、やばい。え、バレてない。どうしたの。立つな立つな立つなって言ったじゃん。え、今当たったの。すごい、あそこになんかあの置物があったのにもかかわらずさ、俺中にいた俺をやってきたってことはさ、こうあんじゃん。指先だけタッチみたいな。大丈夫か？あ、いた。うん。まだあんのかよ。待て、あれはもしかしてペチャイマナパイ分だ。いや、あれピチャイマナパイ分だ。違うよ。どういく？バレてない。早くね。タイミングだ。うまい。こっち来て。来た。しゃあ。来たぞ。よし、地獄を制したぞ。地獄から逃げたぞ。怖くないけどシンプルに難しかった。うわ、開いてんのかよそこ。これで死んだら最悪だな。多分ここからなるよね。そっか。あ、どういうことや。あ、ジェン。おい、ジェちゃん。ジェちゃん。ジェちゃん。いや、もうあいつ絶対死んでんだろ。あ、来た。あ、出た、第2部。ガキは人間の世界に常に飢えと渇きに苦しむお化けである。長期的な飢餓の状態のままで常に悲惨な声を出す。食べ物を供え物にしてあげると周りのガキはおとなしくなる。食べ物に一本の線香を刺し、明るい布を敷いた机の上に置く。なんか俺今からなんかこういうことしそうじゃね。確かに。食べ物をその容器に置く。線香を容器に刺す。線香に火をつけて終わり。ってことは
食べ物と線香と布を手に入れるのね。なるほどね。え、食べ物に一本の線香を刺し、明るい布を敷いた机の上に置く。1,2,3 の順番通りにやればいいんじゃないの。はあ、で食べ物を容器の上に置くんでしょ。で線香刺して、線香火をつけて終わり。開けたら来そうだな。ん？え？いるぞ、普通に。ジェーン、ティム、ノー、ドントフォロー。私についてこないで。ジェーン、僕よ。近づかないで。あ、あ。ほんま、結構マラソンみたいな走り方してる。確かに、あいつ絶対元選手だわ。やっぱりそういうやつじゃん。でっけー。キラキラ日差しを浴びて懐かしいな、その曲。サンシャインだっけ。うん、秋をおとなしくするために備え物が必要だ。やっぱりそいつか。あ、マッチョ。キラキラ日差しを浴びて、ふにゃんぷぷん、つけぴりぷんぷん、めらめめ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 め、ハッピーそこだけだよな。まあわしらはそんなもんいいや。もうちゃっちゃと行こうぜ。ちゃっちゃとやるわもん。ん？え、ホイチ出んのこれ。開かなくなんだ、なったんだけど、これ見なきゃいけないの。あ、もうこれ完全に読まなきゃダメなんだな。で、ジェーンでしょ？僕よりでしょ？ジェーン？僕よ。ティム、ダメ！私についてこないで！ジェーン、ジェーン、僕よ！近づかないで！あー！マラソン走り。あいつヒールファイトするの服装しなきゃ大丈夫です。なんかお腹に卵あるね。本当だ。ここでまず一旦隠れといて。マラパイ文明。わお。奥を見るのか。でも手前に戻ってくるし。マチだとなんだっけ。マチと線香と食べ物。バレてねえぞ。あそこばっか見てんの。あ、ここでやるんだ。そういうこと。そういうことだね。わお。やばいやばいやばい。奥に何かがあるんですね。行くか。行くしかねえ。まあ、それが一番困る。ゲーム止まんないでお願いだから。え、上取られた。コバチョリス。上。へえ。いけるいける。物がどこにあるかだけ知りてえな。え、黙ってれば見逃してくれる系だ。バレてねえんだな。やべえ、あそこに入れればいいな。そこなんかあった鍵？戸棚の鍵。やばい、動かない。大丈夫だ。てかあそこに入ればもうできなくない？暗い。じゃあ行くよ。うん、でも入っちゃうよ、入っちゃうよ。よしよしよし。で戸棚これだ。線香で。ここ同じ？使えんの？鍵だ鍵。まだあんの？え？なんでそういうことすっか。やってくれたな。どこから出んの？あ、え、ここか。この他
他に何かあるの？あるの？下は下、この下なんかあるね、ほらほら、なんかある。なんじゃドライブ開けろってことね。来た、行け。そういう使い方ね。そういうことか。だだ、しかもそこだけでいいのね。え、で、こっから鍵？またこっからか。これでバレてねえんだな、お前のことずっと見てるよ。危ねえ。見つめ合うと、あそこだな、多分光ってるとこ。あれか、ここ今あったんだよな。いやー、これ死んだらどこからなんだろう。こっからだと思うけどね。そうあってほしい。いえ、何もしてくんねよ。何もしてないっす。もうあそこ見てるの？反対側見てくれ、反対側。がっつりピンポイントでこっち見てるな。いた、チラ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 。やばい、あった。え、でもまたあっち戻らなきゃいけねえんだ。うまい。いけるぞ。いける。もうちょっとそっち向けや。いや、もう絶対あいつあそこやん。いけるくね？うえ。そっち見ないで。あっち見てる。セーフ。うわ、やばいぞ。痛い痛い痛い。よし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 。あー怖い。よっしゃ。で、何？でも写真組み合わせれんの？手前に行けばさすがに危ねえよな。やばい、やばい。どっから？どっから？じゃねえの。え？え？開いてる。あ、なんかいるぞ。誰？お、なんで人じゃないのかよ。物かい。もうやめろ、そういうの。はい。新聞だ。暴走族を追いかけ大型トラックの鉄が左の目に突き刺して亡くなる。今朝2時に野草豚警察官は夜中に野草豚行動を封鎖して競争する暴走族を追いかけた。しかしながら逮捕中に逃げようとした競争者は大型トラックとぶつかってトラックの鉄が左目の目から襟足まで突き刺して亡くなった。死者の名前はピチャイマナパイプーン。またテーである。つまり死者はバイク盗難事件にも関わりがあって警察は全ての証拠を取り調べる段階である。警察はまた死者の遺体をお葬式を行うために家族や親戚に送った。はーい、はい、ピチャイマナパイプーン。あ、ピチャイマナパイプーンでーす。お前連れ来ねえだろ。ジェンはどこ行っちゃったの？こいつ相変わらずおかまだな。ピチャイマナパイプーン必ずここを見つけよう。 OK、 ピチャイ、なんだこれ。マナパイプーンちっちゃくなったな、ずいぶんずいぶん小物になったな。赤ちゃんのクソヒゲ生えてるバージョンみたいなのがあってめっちゃおもろいんだけど。
チェの日記じゃね。また真夜中に起きた。今回は家の真ん中だ。自分のベッドの上ではない。自分の意識がどんどん薄れていく。外から私をじっと見てる人っていう夢の中に私の命を奪おうとする人と一緒だ。ジェーン、あなたは大丈夫？なんでこうなってんの？それはお前にしかわかんねえって。なんだそんなマリ。うるせえお前。は？お前顔面殴るぞ。ただのシンプルな暴力やん。それただの暴力やからな。ピッチャイ、あ、帰ってきた家に。このパターンじゃん。ほら真っ暗だったよ。夜ってことじゃないの？まあ夜と朝どっちが好きなんだよ。俺は夜。あんやん。うわー、じゃあ終わろう。てことね、今回も家また家に戻ってきた。よっしゃ。やたら折れてるくね。ほんとだ。じゃあ皆さん一緒に言いましょう。せーの、ピチャー。